ートレース平和島初日の熱戦、6選手が登場して第11レース予選競争が始まりました。バックスレッジが作戦行動は内から 1,2,3,4,5,6 枠番通りの並びとなっています。1号艇は石和田哲平、2号艇今泉優吾、3号艇秋山直之、4号艇桐生純平、5号艇中澤和志、6号艇北山康介、以上の対戦です。各選手がゆっくりとした動きでこれからホームステッチ側、イン1コースは1号艇の石和田哲平、ディフェンディングチャンピオンの石和田、初戦は5着の成績でした。今度はこの高枠から挽回としたいところです。2コース2号艇の今泉優吾、今泉も前半レースは5着内枠地元勢、挽回なるかどうか。3コース3号艇の秋山直之、秋山は前半カードは逃げて勝利が上がっています。後方下げて3艇4コースかの4号艇の桐生純平、5コース5号艇中澤和志、アウト6コースが6号艇の北山康介、枠番通り3対3と分かれています。人気はここ1号艇石和田が中心、相手には3番の秋山、4番桐生との組み合わせ上位となっていました。第11レース内から 1,2,3 ダッシュ4,5,6 スタートしました。インからは1号艇の石綿、5コースからは5号艇の中澤、4コースからは4号艇の桐生、1周1マークは陰線から1号艇の石綿が逃げていきます。外前は5号艇中澤、内からは2号艇今泉とバックスエッジへ入っていきますが、後枠1号艇の石綿トップに立っています。リードは2点進でスリットラを通過、スタートは前提正常、外5号艇の中澤、内からは2号艇今泉、あとは4番3番6番と続いて1周2マークの攻防です。1号艇の石綿が先頭で回った後ろ、2番手ですが内から5番の中澤が差して上がってきまして、2番手5番の中澤2番手、そしてその後ろ低間隔4号艇進で2番の今泉3番手ですが、外からは3番の秋山、内からは4番の桐生、両サイドから接近する2周目1マークです。先頭から1番5番とバック側に入って3番手、先前は4番の桐生、差していく2番の今泉、外前は3番の秋山、さあここは3着争いが激戦、レースは2周2マークに移っていきます。わずかにバック中央3号艇の秋山が3番手に上がってきましたが、その後方には2番4番と迫っていく2周目にマークです。先頭から1番5番とホームステージへ帰って3番手、さあ2号艇の今泉、3号艇秋山の内に入っていきますが、内を通って4号艇の桐生も上がってきまして、今度は4番の桐生が3番手優勢で最終周回です。目下体制は1番5番4番となっています。直行には2号艇の今泉、3号艇の秋山が追っていく3周大スタンマーク、1番5番と向こう正面に入った後ろ、3番手は4番の桐生がわずかなリードを保ってバックの中間地点につく追走しています。3番手4番手は低間隔が一定し、3番の秋山、2番の今泉、ラストは6番の北山が追走で最終コーナーです。トップ1号艇石綿、2番手5号艇中澤、3番手は4番の桐生がどうやら守りきって、体勢は1番5番4番でゴールへと向かいます。先頭1番石綿ゴールイン、2着5番中澤、3着は4番桐生ゴールイン、3番秋山、2番今泉、ラストは6番北山ゴールインです。